こんにちは、市川ファームです。今回は、プラグ苗セット、市川ファームの直売所で販売してたり、小売店に卸させてもらったり、はい、最近ではしている商品なんですけど、これを使って寄せ植えをするっていう動画になります。これ動画を撮ったの自体は1ヶ月くらい前で、はい、今日ちょっと時間が空いたので急遽声を入れて作ってます。でこの鉢はロックアートさんのリリーさんのオニッチ鉢を使っていきます。はい、オニッチ鉢で検索してもらうと出てくると思います。あ、インスタグラムで、はい。でこれはプラグ苗を12個セットにしてる商品で、市川ファームの直売所で、販売 していたものと同じになります。で、この鉢が確か 2.5 号くらい、 2.5 号だったと思います。はい、それにこのプラグ苗を12個植えていくんですけど、土の方は市川ファームでいつも使っている肥料が入ってない土です。こんくらい入れて、2.5 号に12個このプラグ、288個穴開いてるプラグ苗のこのサイズなんですけど、だいたいちょうどいいというか、はい、12個埋まる形になります。で2号だったら8個とか9個くらいでちょうどよくなると思います。で一応プラグ苗セットに使っているものは、根がこのプラグの中で、回っている状態のものにしてるんで、こうやってまあバラバラにして、あとまあ植えていくだけっていう簡単な作業になります。一応まあ植えていく時のコツとしては、真ん中が低くならないようにっていう、まあ高くなるか高さを揃えるかっていう感じで、あとはまあ隣り合う色や形かがまあ似たものにならない方がパッと見た感じでは綺麗な感じになります。こうやっていつも僕はなるべくまとめて植えたいなと思ってやるんですけど、2号の時は7、8個まとめて入れちゃうこともできるというか、はい、すごい簡単にそうやってできるんですけど、さすがに 2.5 号で12個全部ってなると、ちょっとひとまとめにして植えるっていうのは難しかったので、今回は1つずつ植えていきます。で1個目の今植えたやつが、粉雪で、2個目に植えた水色のやつがロッティです。で3個目の紫のやつがパープルドリームで、今1個植えたのがウィンクレリーかな、ちょっと違うか、あ、ウィンクレリーで大丈夫ですね。でこれが姫秋麗ですね。はい、こういう感じで、土じゃないや、そのプラグとプラグの間に、まあ、空気が入らないというか、土が埋まるように、ちょくちょくこう押しながら、で間が空きそうなとこには土を入れながらっていう感じでやっていきます。でそのさっき植えたのが
ヒデブランティで今入ったのがピンクベリーですね、はい、これがフイリオノマンニングさんですね。こういう葉っぱ系のやつを周りに後から押し込むと簡単にできます。で、今持ってるのが、あれ、細葉万年草ですね。で、これがゴールデンカーペットです。黄色が一つ入ると鮮やかになります。これあれ、これが細葉万年草ですね。さっき細葉万年草って言ったところのは多分白花タイトゴメです。すいません。で、一通りこう入ったら、今回の場合こう外側から押すと真ん中に寄るので、真ん中にこう全体的に寄せてあげて、ギュッと集まった感じにしてあげると可愛く見えます、うん、で、この押したところの周りにはうちの培養土なんかを詰めていくのはちょっと土が荒いので入れにくいので、今回この赤玉土の細粒を周りから流し込みます。一個これフイリパリダムが四角に隠れてたので、後からこれ入れ込んじゃいます。この細粒の赤玉土はサラサラなので、周りのこう狭いところにこう流し込んでいくのがやりやすくて、これ鹿沼の細粒だったらちょっとセダムにとっては乾きすぎちゃうので、この赤玉がちょうどいいかなと思って、はい、使ってます。こんな感じで完成です。簡単なんで、ぜひやってみてください、うん、で、この後の管理なんですけど、これから寒い時期に入っていくので、寒さに弱い品種が入ってなければガンガン寒さに当ててもらっていいんですけど、この中では、パープルドリームが結構寒さに弱いので、そうですね、すごく寒くなるときはちょっと寒さを避けれるような場所に移しながら、まあまあの寒さに当ててあげるとどんどん綺麗になっていくと思います。で、あと水も切らしすぎると、細かい葉っぱのセダムの下葉が落ちてこうチリチリしてきちゃうので、はい、水をまあ乾いたかなってっていうくらいで上げてってもらえると、はい、いい感じになると思います。ご視聴ありがとうございました。